はい、はい、飯ではない飯。ああ、飯ラジオに見つかけた何かですね。蓋開けたら飯ラジオね。サムタイはなんか違いそうな飯ラジオってことね。新年の話じゃ、高橋さんの。何にもないよ。何にもない今回。あ、いや、まあ、まあまあまあ大事件。いや、まあまあまあね、まあ年末年始話ね、うん、年末は家でした？そうだね、30から3までうちは休みだったよね。そうか、一応ね、集まりとか撮影はね、そうそう、撮影はもちろんその各々いろいろやってたけど、その私はだから向こうの実家行ったのが31かな。あ、31も行ったんだ。そう、行った、ちょろっとね。31行って、でうちの実家が3かな。へえ、そうそう、あとはもう家で、家にいたり近所のスーパーに家族と買い物行ったりっていうの、普通の。神社も行って。ああ、もう行って、ついたしね、行きましたよ。もう普通のお正月でしたよ。でただまあそんな中、強いて言うならね、うん、強いて言うなら、強いて言うなら超大事件が。そんなことはないけど。まあその要は実家、うちの実家、うん、いただきます。あのまあこれ言ってた、もう今までも言ってると思うんだけど、うん、まあ、あの厚木なわけですよ。そうね。でまあ基本新宿からこうロマンスカーが出てるじゃん、うん、ね、なんだけどそのいや都内の方からもうこうロマンスカーが出てたりするんだよ、うん、新宿からじゃなくて代々木上原からこう都内をぶった切るみたいな、はいはいはい、で、まあ、それに乗って行こうとなって、うん、車混むから、うん、そしたら1本でバーって行けるから、このね、うまくそれに乗れれば。で、まあ、それももう年末予約取って、うん、よしってなって、うん、で、で早いのよ朝、はいはいはい、そのぶった切るのが何本もないから、うん、ぶった切るやつに乗ろうってなって、うん、で朝もう早くして家族で、うん、で、まあそんなに駅にも、まあ、新幹線みたいなテンションだから、うん、20分30分ぐらい前に着いて、そう、ねね、でまあその電車の中でいや食べる、うん、ご飯とか食べれるんじゃん、駅弁とかね、朝ごはんそれでやろうって、うん、楽しい楽しい一日だって言って、うん、いざこう駅行ったの、うん、よしと間に合ったの、全部完璧だと思ったら、うん、その電光掲示板に俺らが乗ろうとしてるロマンスカーだけないの。うん、どういうことだってなって、うん、予約してんのよ、うん、もう日付も合ってる、時間も合ってる、うん、バッて行ったらその日、その朝だけ電車の車両で何かがあって、うん、ロマンスカーが全部この日午前中運休です。やばはいと、やばい、はいなのよ。だからこっちはもう子供がいるから、うん、その乗れないと、いやもう騒いじゃうし、だって言うたら1時間にとか2時間ぐらいかかるからね、下手したら。小田急はかかるからね。でしかもいや都内から電車で行くってなったら、うん、プラスでまたかかるでしょ。で言うて、うち実家が厚木だから、で本当だったらもうそこまで行くのも大変で、そこから1本だからまだ、うん、よしってなったのに。まあね。なしになって、うんで。どうしようってなって、でも行くしかないから。だからもうとりあえず普通の電車で行きましたってお話。大事件でもないでしょ。でもそのなんかもう、うん、暴れまくっちゃって子供が、いやまあ、トムとジェリーみたいになったんだ。トムとジェリーになっちゃったらさすがに降りる一回さすがに。いやでもほんといい子にしてた、ほんと頑張ってくれたよ。子供はすごい頑張ってくれた。でももうでも大変だったね。だから朝ごはんも買ってたのにさ、食べれないしさ、普通の電車じゃさ。だからまあまあ子供は頑張ってくれたよ、すごい。なるほどね、うん、でなんとかまあだから普通の電車で、うん、普通の電車でまあ行けたからよかった。
え、何帰ったんだ、それで。いや、ほんと帰るって一回なったよ、もう。みんないらっしゃる。朝一だしさ、うん、電車がないなんてことないしさ。いや、もうあれをちょっと正直もう、目を疑うってこういうことだなと思う。それだけないんだもん。普通あの、確かにね。1番目、2番目ってこう電車出るじゃん。飛ばしてねえよ、なんか。は、はってなるじゃん。どういうことだ、どういうことだってなったら。で、しかもその正月だから、そんな強調したアナウンスないのよ。ああ。いや、いつもだったらもっとボンボンボンってそんなに、もう2分に1回ぐらいになるけど、もう、まびかれてるというか、それもね。人も多分少ないから。正月のね、あの音楽かかってるね、やっぱ。駅で？テン、テン、テン、テンみたいな。駅で？かかってるからね。そんなおごそか。あんまり。聞こえないよね、それ。わかんない、わかんない。それ止めて絶対アナウンスした方がいい。さすがに。まあ、びっくりだったよ。でもまあそれでもそのまあまあしょうがないと、まあそこはね、まあその駅員さんとか頑張ってるから、まあそこはもう飲み込んで、それまあ言わなかった、まあ、まあ言わでも言いたくなるぐらいイライラしたけど正直ね。もう子供も大変だしさ。じゃあ飯も食えないじゃん。でも食えないし、大変だから、まあでもまあ行ったよ、とりあえず行って、まあ無事行けたからまあいいやってなって、でもまあでもそこでわっすごいって思ったのが、 いざ行ったら、その要は返金してほしいわけ、こっちは。うん、そりゃそうだよ。それはできるよ。急に止まったから。うわ、そう、待って、これよかったら返金してもらわないと、だって特急代金は、そりゃそうだよね。ね、かかるから、だって家族、家族はするよ。家族分買ってるからさ。で、どうなるんだと思って、で、向こうのその駅着いて、駅員さんに聞いたら、うん、あのもう、自動返金だって。いや、俺、ネットでクレカで買ったから、うん、ネットクレカの場合は、自動で返金だって、だからなんもない。へ、え、ぇ、ー。そう、だから俺無駄にその窓口並んだ時間だけちょっと損したぐらい。この時間分はもらえないんですか。クズ客言ったわけだよね。クレーマー今これ俺ね、10分ぐらい並んだんですけど、それに対してはか300円ぐらい出ないですか。クズ野郎言った方がいい。そういうやつが世の中を悪くする。自動返金って言ってるけど嘘じゃないですか。いやいや、クズ言った方がいいよ。クズクレーマー今から言おうよ。言わないよ。言わないよ。あ、それすげえ、あ、そのシステム確かすげえってことだ。でね、駅でこうね、自分でこう買っちゃってたらあれだけど、ネットでもあらかじめに買ってる人はもう、帰りは乗れたんですか。帰りはよかった、乗れたの。だから1日これ終わったらどうしようと思ったんだけど、帰り夕方も取っちゃってたから。あ、でも夕方はもうちゃんとあの通常通り運行してたから。へえ、いいね、ロマンスカいいよね。うん、いいよ。綺麗なんだよな。いいよね、テンション上がるよね、やっぱり。テンション上がる、うん。でも朝買った弁当はさ、やっぱ実家着いたらご飯があるわけだからさ、そうなんだ、だからそれだけその分は返してもらったよ。ね、返してもらってね。返してもらわないよ。言った方がいいんじゃない。言った方がいい。この弁当買ったんでどうしたんですか。いや、食べるタイミングないよね。家帰ってやしお腹空いたわみたいな時しかないじゃん。そうそうそう、マジでやばい、ちゃんとクレームない。いつ食べたの。それまあ食ってないなら言うよ、言おうよ。もうだから実家着いてから食ったよ。え、でもさ、実家は実家であるでしょ。だから、うん、あんまり寿司が食べれなかったよ。うーわ、それ言った方がいい。逆に寿司も言った方がいいんじゃない。でも寿司買っちゃったんですけど。そうね、連鎖的に被害込むんですけど、寿司もうちょっと減らせ減らして持ってくるのが普通じゃないですか。って言った方がいいよ。マジで、ほんと憎まれっこ世にはばかる。だって寿司屋も気使うべきだよね。あの人多分マスク乗れなかったからご飯。やばやばいって。クレーマーもうやばいって。寿司屋が悪いかも。もう本当に宅配寿司、本当に宅配寿司よ。もうね、いやもうだからバーバーもいっぱい買ってくれてたんだけどさ。うわ、でもいや着いたら着いたら、だから要は子供が食ってねえから朝飯を、うん、家でバナナだけ軽く食べさせて電車で食べようと思ってたから。何食べようとしてんの。 それによるかも。そこだけで決めよう。もうあの普通にチョコの入ったパンとかや。もう子供パンとかなんか子供が食べるようなパンだ。本当は朝食弁当とかでなかったのね。さすがに朝から弁当はね、あの駅弁みたいなの買いたくないじゃん。あ、まあまあね。でも本当朝一だったから。じゃあそのタイミングで食べた高橋さんも悪いのかな。いやでも違う違う、子供に食べさすから。子供に食べさすってなったから。パンなら持つでしょって言われてもしょうがないもんね。違う違う、次の日でもいいか。子供はもう不機嫌になっちゃって。だからその弟家族も来てたから。もう子供同士で喧嘩始めるから、もうそうなると機嫌悪いから。バチは知ってますもんね、あそこ。バチは知ってます。あそこって知らないだろ、関係性を。子供は機嫌悪いと大変なんだから。ほんと大変よ。ねえ、いつか仲良くなってくればいいけど。いや、別に仲良くなったよ、その後。ブレイキングダウン出るんじゃない。え、ブレイキングダウン。出すか。あっちがでも挑戦してきた。子供出すか、そう。出さなきゃいかないよね、こっちの側は。出さないよ。
あっちが申し込んできたら出すわけないでしょ、その申し込んでくるなよ心臓そうですか、楽しかったですか、じゃあ。あ、もうちょっと楽しかったけど、あともう、くったくた。どうで使える？もう、くったくた、もう。遠いね、厚木は遠いよね、都内からは。遠いよ。よく昔帰ってたよな。いや、もう、ほんと遠い。てか、あともう、子供がいるいないでも全然違う、もう、桁違い。何桁違い？ 2 億桁ぐらい違う。うわ。一人で行ったら全然使えないけど。でも駅で電車乗ろうとったらあれに乗りたかったあげーバーなんだから、そこは組んであげなきゃね、そしたらこう見えてない、やばいよ今ちゃんと虐待でよ、もうデコピンね、トンぐらいの計算、トンぐらいの、やばい、トンぐらいしかやってないから見えてないけど、うん、やってないよ、そんなそんなことやってないよ、トンコンってしょ、トンってくる、いやマジでケイさん本当にやばい、ケイさん本当にやばい、暴力やばくしないでください、やってないんだから、やってないだろ、そっちでやってるよ、見えてないとこでやってるだろ、誇張しないでください、誇張しないでなんだか俺の方がまだ可愛いよ、ね、そっちの方がやばい、誇張しないでよ、ね、かわいそうに炎上したらどうすんだよ、どうすんの本当に怖いんだから、そういう時代がね、やってもいないやってもいないんだからやめて、まあそれやってないけどね、うん、やってないけどやばいよ、うーん、あっちの家はやっぱ、うん、また豪華あったんですか、ご飯が、うん、美味しいね、しゃぶしゃぶもらっちゃって、もう美味しいよ、しゃぶしゃぶだった、うん、呼ばれたよ俺ら、そういえばね、呼ぶか、あれ、あ、なんか伊勢エビも出るみたいな話、あ、今年の伊勢エビじゃない、で、あの、アワビが出た、うわ、出た、アワビだったの、アワビとトコなんだ、トコムシね、あ、両方出るの、両方出た、美味しかったね、カニも出た、キキアワビみたいなやった、トコムシとどっちか、いやいや、やってみましょうか、やんない、やんない、言われないの、やんないよめっちゃ出んじゃん、美味しいね、やっぱほんと 毎年正月楽しみ、もうこの実家行くの、ちょっとまだやっぱでも気まずい部分ある、いやもう別にそんなないよね、そんなもないんだ足の匂いとかでも、まあ、まあ風嗅がせたりはまだできないでしょ自分の実家でもできないそれしてからっていうかね、本当の親子になるのはそんな犬の家じゃないんだから匂い嗅ぎ合うみたいなそれまだってことはもう来年ちょっとやってみてほしいね、そろそろいけるのか、ちょっとお父さん、僕の足の匂い嗅ぎ合うんですか、キモキモギ息子アワビ食べる前に、いや、キモどのタイムで嗅がせてんのそれできてからっていうのかな、聞いたことない、二人はどうだったの年末年始は、一回実家帰りましたね、年末、あ、帰ったんだ、年始は家にいましたけど、イベントのやつ作ってました、年始は、うんうん、できた、できはしないね、知らない情報だったあるから、二人しか知らない情報があるからブラックボックスだ、年表、ね、100枚ぐらいあるんじゃん、これむっちゃあるパワーポむっちゃあるやん100万ね、うん、70ぐらいある、すでに、やばいね70、トークで終わるかもな、マジで、歌と、あ、でもそういうことか、まあね、うん、まあ、企画もやるだろうけど、うん、そんなに多く用意してもあれかもですね、まあ全部はできないよね、全部はできないかも、やり、もうほんと有限度つけてやるしかないね、そうだね、うん、いやもう1ヶ月余裕できて、もうあと、え、もう2週間あと、いやもう来週末だよ、やばくね、やばいよ、来週末は嘘じゃない、いやいや本当だよ、来週末は嘘だね、まあ再来週末だ、嘘ついてるじゃんさすがにね嘘ついたね、やばいな、嘘ついた今のやばいね、焦らせろじゃん、変わんない
来週末も再来週末もそんな変わんない一週間違う、もうラスト一週間でやったたんかんだから焦らせよ焦らせ焦らせよじゃないどんだけ焦らせよ気がするんだよでもね、少し焦った方がいいよでも100枚ぐらい作ったらじゃあもう OK でしょだクイズとかだよなその辺を大量に作る一日が必要かなってぐらいかな俺は、うん、もう裏の方はもうお任せするよもう裏の話はもうお任せするよ、ね、運命舞台の話だなもう俺は、うん、裏の話じゃない運営というかさもう当日はどうとかはもうお任せしますあまあもうそんなのね俺も知らんよ大丈夫だよ。ちょっと分からんけど。どういうなってみなきゃ分かんないね。うん、分かんないよ。想定はもう無理だよね、全部は。やるしかないもん。いやー、あとはもううまくちゃんとやれるかだね、ほんと、なんかトラブルなくね。そうね。うんリハーサルみたいなものがありますからね軽リハーサルがあるわけよ立ち位置とかねうんうんあとその運営のねまあそっちがメインか仕方がメインだよねやったことないし全員やったことないんだからうん、舞台もやるちょっとだけど舞台はまあねもうまあもうなんとでもなるじゃん、ね、そうそう別にねうんに横切る嘘だけついて嘘ついただけだよまだ嘘ついて横切っただけですよエア暴力ねエア暴力画面外エア暴力画面外エア暴力画面外エア暴力エア暴力したからな、うん、嘘ついてないでしょ別にめちゃらしいね、ケイさんが嘘つくの嘘ついてないでしょついてない実家帰ったよ、ケイさん実家帰ったよあ、帰ったのうん年末そうあ、末に帰ったんだうんだから、毎年っていうか去年もそうだけど弟のうん家に行ってうん今年は、マリオカートを買わされましたやばそうちゃんと買ってんじゃんそうあのえ、マリオカートやるのこうでもやるよやるよえ、やれんの別にあのぶつかるけどねあだあのなんだっけあれハンドルうんあれをとセットで買わされたよ結構すんじゃないそしたらファッシングじゃんうわタッカードハンドルっていうのこういうやつだよねこういうやつあんだね、置いて置いてやるやつでしょ置くやつじゃないいや、違う違う違う、このなんかあ置くやつは多分あるんだろうけどこの輪っかのやつだよねあ輪っかだけのやつあるじゃんあるあるあるはいはいあれいらんくねと思ってたあると楽しいんだよ、うん、でもあれジャイロが入ってんのこっちのコントローラーに入ってんでしょそうだよいらんくねこれできるやんと思ってダンボールで作ったらよくよかったそうそうダンボールね作れないからさすがに、ね、愛がこもってた方がいいんじゃないいやいやこれ貸してあげるんじゃんこれあそういうね洗って洗ってこわめればいいじゃねえの洗ってあげるからゲームソフトもねはいねまあそりゃそうよね、うん、でも安いかったんじゃん年末年始は全然変わんないよ多分ダウンロードだと安かったりすんのよあーそういうのあるんだそうやってたやつうんうんダウンロードはどうだったダウンロードできねえとか言いましたようわなんか多分家の人がさヤンキーだからねネット環境が雑魚なんだよね多分あと容量がそんなないんだろうねああなるほどねスイッチはすぐ埋まるみたいに言うもんねうんうんソフトはいいソフトが売れるからとか言ってさ売る気やんもん兄に買ってもらったソフトやんなくなったら売るから何か売らないだろうね、うん、分かんないけどねマリカはねずっといいよね、うん、売れるんじゃないマリカはずっと人気やからあ逆にね売るってやんじゃないでトイザラスには売ってなかったねソフトがえどういうこと売り切れだった人気だね、売り切れ別の店行ったけど小渕のトイザース
わざわざなんで工事ができるの。懐かしい。まだあるかな。うん、え、何工事に東西さんあったっけ。おった、俺もね。あった、俺少年時代そこで。あ、もうねえか、もうねえわ。ねえよ、ねえ、どこ、どこ。あ、今、16号じゃなくて、16号なの。そんなのもう飛ぶんないね。え、16号に東西さんか。あった、あった。あったよね。いつの話？今何になってんだ、あの、島中になってるとこ違うか。あ、あそこ？え、島中になってるとこ。いや、もっと奥かも。え、イオン、ジャスコがあって、うん、伊東洋華堂ね。え、洋華堂側にあったのかな。いや、俺あそこにあったの、あのマックが。あ、今野島になってるとこか。マックが横にあったとこ。あの、ボールプールとかがあった。え、そんな奥だっけ。あー、じゃあ釣り屋、釣り具屋かなんかになってるとか。あ、今ないんだ。俺、あそこすっごい楽しみだっけ。あそこすっごい楽しみだったもん、俺、子供の時。あそこトイザースあんまなかったからね。なかでかかったから、そう、でかかった。あそこトイザースさん、俺、いまだに覚えて、ドンキーコング3を店内開いた瞬間、もう何ブワーみんな買いくのよ、うん、俺それ、そう、ドンキーコング3 こう並んでて、もう開店と同時に、もう昔だからさ、その整理券とかないから、もうブワーって走って、もう家族全員で俺ドンキーコング3パターってドンキーコング3ドンキーコング3でそんななる。他の人全然違うやつ取って。違うやつだったのか。違うやつだったのか。いや、初お詫びかな。トイザースキッズだからな、お手段言うても。ずっとトイザーラスキッズ大好きなおもちゃに囲まれて。あんまないんだ今。まあ今ショッピングモールとかに入ってるよね。モールには入ってるね。えぐいね、あそこね、おもちゃが無限にあってさ、うん、なんかね、いいよね。ダメだよ、あそこ連れてっちゃう。ダメだよ、ダメ、危ねえ。買わないよって言っちゃダメなんだよ。何、どうする。買うよって言った欲しいねって言うの。強調、あの、共感するのよ。そうすると全然できる。あの、買わないよって言われると否定したされたって思われて、うん、やだやだってなるけど、うん、でも買わされるんだから、計算は。欲しいねって言ってどうなの。あ、すごいかっこいいね、それ欲しいねって。あ、じゃああっちをあっちにもあるかもっつって、で、だんだん外出る。詐欺師みたいなことしない。いや、詐欺師みたいなことしないと。そんな買わないの、やっぱおもちゃって。いや、買わないよ、そんなしょっちゅうは。それは買わない。二日に一遍ぐらい。二日かける。めちゃくちゃしょっちゅうじゃん。なんかあった時だね、だから頑張った時とかさ。なるほど。誕生日、クリスマスだもんね、あれだと。そんなもんなん、年一だよ、だから年一だよ。大きい鼻くそが取れたってとか。取れたねーって、おもちゃ買おうって。1万円のハッピーで、その会計。そういう時はやっぱいいよね。まあいいじゃん、マリオカートやろうじゃん。いや、いいでしょ、もうあれもう絶対もういいなと思った。1、2回やらされたけどさ、難しいし。難しいし、楽しいじゃん、でも、ね、いろんなコースも増えてさ、ね、うん、いや、難しい、もう追加パックも買ってよって言われるでしょ。もうその追加パックいっぱい出てるから、それも買った方がいい、うん、いい、知らないよ。無視する、無視。将来0歳になったらでも感動するでしょうね、その子は。レイさんが絶対もうすぐ飽きてる。あんま聞かないよね、マリカーから。グランツーリスモはなんか映画になってたけど。マリカーからレイさんってあんま聞かないよ。おじさんのおかげです。はい、本当にありがとうございます。なるでしょうね。はい、あー、曲がった。結果マシ飯ラジオでしたけど。噛んじゃったし。はい、おしまい。ぬるっと。今週もよろしくお願いします。